皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアシト、今日もご視聴いただきありがとうございます。日暮れお星の小峰時明です。今日は猫背にも少し関与しているですね、お尻の筋肉ですね、大臀筋のストレッチ、セルフでできるストレッチを紹介しようと思います。床にヨガマットだったりとかお布団の上でも簡単にできますので、ぜひ動画を見ながらですね、一緒にやってみてください。それでは今日も3ステップでやっていきますので、皆さんできるところまでぜひチャレンジをしてみてください。ではまず一旦四つ這い姿勢から、右足を少し前に出していただいて、右の足首が左の手足の間を通過するようにですね、このようにあぐらのポジションをかけましょう。こういう感じですね、あぐらのポジション。そして後ろにある左足を少し後ろに持っていくような、さらに後ろに持っていくような感じ。そしておへその向きが左側に向いていってしまいやすいので、必ずおへその向きを正面を保つようにしていてください。ここでもうすでにお尻がパンパンできついなという方はこの姿勢で結構です。で、後ろのつま先はこのように立てておくのではなくて鳴らしておいてください。ではこの状態から肘を前に、でこのままおでこを手に預けるような感じで重心を下げていきましょう。ここでお尻の伸びを感じながら20秒間いきます。はい、結構です。そうしましたら、さらに左足を後ろによいしょと下げてもらうと、よりここに伸びを感じると思いますので、このポジションでもう一度20秒間キープします。はい、結構です。レベル3では少し動きを加えていきます。お尻の高さが下がってしまわないように、床とお尻の高さ、長さをですね、しっかりとキープしたまま、お尻を外側、外側かつ下側ですねに、ぐーっと移動させていくと、ここの伸びが感じられると思います。そして伸ばして、戻して、伸ばして、戻して、これを10回繰り返していきましょう。手のポジションはこのように肘つきでもいいですし、難しい方は手のひらでも結構です。では一度動かしてみますね。ぐーっと伸ばして、伸ばして、伸ばして、戻す。2回目、ぐーっと伸ばす、伸ばす、伸ばす。ではゆっくりと手をついていただいて、右足をもう一度四つ這いポジションに戻してから、体をゆっくりと起こしていきます。それでは反対側ですね、少し見やすいように画角を変えていきます。左足少し前に出していただいたら、膝が外、足首が右側を向くような感じ、このようなあぐらポジションにします。右足を少し後ろに下げて、肘をついて手と手は重ねます。手の甲におでこを乗せるような感じで、左のお尻、ここをね、伸ばしていきましょう。それでは20秒間。
はい、結構です。そしたらさらに右足をよいしょと後ろに下げていくと、よりまたこの伸びが感じられるので、このポジションで20秒かけて、はい、結構です。今度はレベル3です。右足のポジションをちょっとだけ戻していただいたら、左のお尻の位置下がらないように、斜め外側、外側かつ後ろですね、にこのようにこういう感じで引いていくような動きになります。できる方はこのまま肘つきでやってみましょう。では10回動かしていきます。1、ふーっと伸ばす伸ばす伸ばす、戻して2回目、息を吐きながら戻す。3回目、息をふーっと吐きながら伸ばして戻す。4回目、5回目、6回目、はい、結構です。では手を床について左足を四つ這いポジションに戻してから、ゆっくりとロールアップで体を起こしてきてください。皆さんいかがだったでしょうか。かなりお尻の筋肉がね、ぐーっと伸びていく感覚があったんじゃないかなというふうに思います。3ステップの中の2つ目はですね、どちらかというと静的なストレッチ、スタティックなストレッチですね。そこから最後にアクティブ、動きながらのストレッチを加えていくことで、よりですね、体にいい効果をもたらしていきますので、ぜひスタティックなストレッチだけではなく、アクティブなストレッチ、この両方をですね、掛け合わせた状態でストレッチをね、していっていただけると、柔軟性の改善も早くね、進んでいくかなと思いますので、ぜひ皆さん毎日の日課にしてみてはいかがでしょうか。このようにですね、家の中で簡単にできるストレッチだったりトレーニングっていうのを、オンラインのトレーニングルームにみんなで集ってですね、ライブ配信をしながらですね、みんなで楽しく運動していこう、健康習慣を手に入れよう、そんなですね、企画をしておりますので、興味がある方はですね、下の概要欄からチェックしてみてください。引き続きですね、猫背に特化した健康情報を配信していきますので、ぜひ皆さん下の猫ちゃんマークからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。